です。シングルストロークの連打を速くするためのコツや練習方法を知りたいです。なかなか手首の回転のイメージが実現できません。前腕の回転運動っていうのが、なんかこういうね、こういう回転の動作で、速い連打を叩けるようになるっていう話を、まあ僕の方でもしてるし、なんかいろいろこう紹介してる方もこういると思うんですが、なんかね、この回転運動も、まあもちろんそうなんですけど、なんか、まずはこう、リバウンドをしっかりと掴んでもらうのが、こう、シングルストロークを早く叩くのにはいいんじゃないかなと思うんですね。まあ言ったら、こう、パトンって落とした時の、このタッタッタッタっていう、この弾んでるやつを、この、コントロールするみたいな。だからさっきの足の連打もそうなんですけど、この弾んでるやつをコントロールして、まずはなんかこう、片手ずつで、それを弾ませれるようにして、でそれを組み合わせるとこの速いシングルストロークになるんですけど、基本的になんか速いシングルストロークがうまいこといかない時っていうのは、このそのそれぞれの動作はこうやって弾ませれるけど、でもなんか同時になったらすごいめっちゃ力入るみたいな、わーみたいなことっていうのはよくあるので、なのでそれぞれのこの片手の動作とこれをなんかそれぞれガチャンと組み合わせれるっていう感覚が、まあ、必要になってくると思うので、よくやる練習としては、叩く場所を分ける。叩く場所を分けて、この右手と、こう左手で、叩く場所を分けて、で、この感覚を残したまま、こう逆の手を入れれるようにしたりとか、この、まあ、それの逆で左スタートで、左手の弾みを残したまま、右手を加えれるようにするとか、なんかその右手と左手がそれぞれ独立してるようなイメージをつかめれると、シングルストロークって結構速くなったりするので、なので回転運動もまあもちろんそうなんですけど、どちらかというとそれよりも右手と左手を別々に動かすっていうような意識を持ってやってもらうと、シングルストローク結構速くなったりするので、なので片手ずつでそれぞれ弾ませてもらって、あ、これ結構めっちゃ弾んでるなと思ったら、まあそれをそれぞれ、別々の場所を叩いて、それぞれの弾みを意識しながらタカタカを叩いてもらうと、早く叩けるようになってくると思うので、なんかそんな感じでやってもらうといいんじゃないかと思いますかね。